どうもグニオです。2020年の6月の今日は26日なんですけれども、えー、と昨日、ですね6月の25日にライブ配信で、えー、行われたサザンオールスターズデビュー42周年のサザンオールスターズのライブ、えー、とこちらの感想とそしてまあ説明解説ですねある程度このような形このような進行であったんではないかというもの、まあ、今日出た情報とかも含めて入れながらなんですけど、まあ、そんなに難しくなく 聴、えー、いていて見ていてそして翌日になってみてどんな風に感じたかというようなところそれをお届けしていくそんな動画になると思います国尾チャンネルまあアイドルの方が多いんですけど様々日本の音楽外国の音楽いろんなものを共有できるように進めていきたいと思っておりますチャンネル登録なんかしてくれたら嬉しいのでお付き合いよろしくお願いしますでは早速行ってしまいますか えっと6月25日ねえこの日というのは実は僕普段ハロプロ大好きなんですけどハロプロファンにもすごく重要な年年だって月日なんでかというと6月25日は松浦愛ちゃんの誕それでまあそういう特別な日をどういうふうに彩るかということを考えたんですけど、まあ、やっぱり僕この日サザンルスターズがライブを行われるということを知っていたので。 まあそ,ちらね、そちらにシフトしていたというのが本当のところですね。松浦ちゃんがもちろん活動していたら違う形になってたと思うんですけど、まあ、ちょっと前置きなくなりました。どういうふうな形でこの説明をしていったかというと歌手としての桑田佳祐さん僕歌手としての松浦ちゃんが好きなもんですから澤、まあ、田健二さんジュリーさんっていうのも6月25日ですけどそういった意味で6月25日という焦点のところでいくつかお話ししていくと面白いんじゃないかなと思ってイントロダクションをそこ行ってみたいと思っております。まずなんですけど どうしてもデビュー日ということこれってもうずっとこの後、えー、活動していく上ではその日というのは重要になってきますよね何周年何周年というのはつどつどそこになりますあと誕生日これもアーティスト活動さまざまアーティストじゃなくてもでしょうもう毎年重要になってきますよね でこの意味ですごく日本の世界中で見てもという人もいるでしょうエンターテインメント業界6月25日実はものすごくたくさんの、えー、と記念日に設定されておりましてお忙しい日になっております、まあ、もし、えー、と興味ある方いましたら6月25日で様々調べてみるとその辺の答えというのは出てくるような気がしますまあそんな日の中でございました当然コロナ禍と言われているこの状況下の中で もちろんそれがなければライブ横浜アリーナでやっていたんでしょうねそういうような形想像ができます、まあ、私もサザンオールスターの応援団なんていうのをね長い間入っておりますから必ずサザンのライブを見に行く時というのはもう大きな演出もそうですし、えー、日本で成功したいくつかのトップ ののエンンターテイメントというのをバンドサウンドで聴けるというのがサザンオールスターズの現場であることは間違いないと思いますその辺確認いくワクワク楽しみというのもありながらあーライブを見ているただ今年はそれがリモート的ないわゆるインターネットでチケットを発売してというライブだったこれがすごく面白いところで実験的なところだったんじゃないかなと思っております では記念日の次のセクションというところ実験的なところこれはどんなようなことがあったのかというところを簡単に説明していきましょうまずドローンを含めてのカメラが40台以上というように聞いておりますえっ、ー、とこれいちいち数えてはいないんですが私もライブを見ていて今日繰り返し録画の方 Unext で、えー、通してみたんですけどまあどうしようかというとポイントで入場料が払えてしまったからなんですけどね入場という言い方が合ってるかどうかは別ですけどまあそれで、えー、と拝見して あさってぐらいまでかな、あのー、同じような状態状況で見聞きできるんですよ。 それで一晩寝かしてみて、み、ね、なんかカレーかよって話ですけど寝かしてみて、えー、とどんなふうな感想になるかというところを今日聞いてみましたそして気づいたところというのは昨日と同じだったところまず2ついきましょう昨日と同じだなと思ったところはその40代のカメラワークというところで、まあ、桑田佳祐さんはもちろん中心としてるんですけどメンバーの顔の切り替え方というのをテンポがとても良くて多分これ最初から決めていたんだろうなというようなことをまず昨日の時点で最初思いました。 そして演出というところなんですけどスクリーンで映されているような普段ライブに行くと大きいスクリーンがサイドにあったりセンターでドーンと広がるようなあスクリーンプレイもう本当に壮大ですごいですそれをサザンオールスターズはやられてるんですけども、まあ、その形というところに映し出されるメンバーの顔というところじゃないもう最初からリモート用のということだと思うんですよね。要は本人のズームというところを後ろのスクリーンに映さないというところ。 まあ、そうやってやっているのかななんていうところこの2つは昨日気づいてたんですけど今日追加で2つ気づくことがありましてそれをお届けして、えー、進めていきたいと思いますえー、っとねドローンのカメラですよねドローンのカメラでえー、っとこのクレーンクレーンなんですかねちょっとそこまでわからないですけど僕ドローンだと思ったんですけどなんでかというとかなり近いところから、えー、今までいないような動きのカメラの数並行ではないなんか ななんか不思議な動きがあったとというところですそれとクレーンであったとしたらクレーンの、えー、と角度みたいなのがあんまりスタジオスタジオすれ、えー、スタンドスタンドを映した時にそんなにそこが映されてなかったような気がしてて導入の機材の元からの観客ありきのものとは違うことになってるんじゃないのかなっていうようなことを少し、えー 気づきとしてありました。まだこれはいろんな案件を調べている中でこういうのが正解っていうのもまだたどり着いていないんですけどかなり、えー、回答に近いものなんじゃないかなと思いましたこれでもう2つ目ですねでカメラワークに関してなんですけどあのいわゆるダックアウトサイド楽屋といいますかダックアウトサイドですよねこの後ろからのスタッフも映してというようなカメラワークそして、えー、と観客席にこれも。 ある種仕込みのある演出だと思うんですけどスタッフを背中から映しての演出も,もしくはこの桑田さんの前のステージの下最前列から逆を見たところの演出というところこれがお客さんがいる形とは違うカメラアングルが随所に見られたような気がします。まあ、これによって何がかかるとというと この空間というところ仮,想仮想空間と申し上げますかねお客さんがいるところ前提でというような、えー、リストバンドのオレンジの明かりをつけてあれは何でしたっけ、えー、と真夏の果実の時かなとかそういうような演出ですよねそこの延長線上に必ずあなた方がいらっしゃる お客さん、僕らがお客さんだとしたらそこにいるよというようなことを錯覚させるような仕組みシステムがたくさんあったと思うんですよ。ちょっと振り返ったらこんな演出があったっていうことだったりそのままずっと見ていても桑田さんのなんていうんですかね息遣いとか動きというところが、えー、変にカメラワークが演出にななっってないっていいうんですかね。ライブに近いっていうような言い方だと思うんですけど実際人間として言っていたらそういうような位置で見れるであろうというようなこれが素晴らしいなというふうに気づいて ま、えー、まったのは今日でございます、まあ、この辺というのはもし録画でもまだ見れるような形のチケットの購入の仕方されている方々いらっしゃいましたら確認してみてくれたら面白いなと思いますし国はちょっとそこはこういう,こう,いう意図なんじゃねえのっていうのをお気づきがありましたらその辺も指摘してくれたりするとコメント欄とかで楽しいんじゃないかなと思っています。まあこの辺のところカメラワークというのが昨日今日のところで気づいた2つ2つということで4つでした。 さあそして音響面ですね僕音の面というところをすごく注意深く聞いていましたここを少し解説していきましょうまず過去のインターネットライブであったりいわゆる投げ先生のもの最近のリモートワーク的にライブハウスとかで行われているものも,も,もしくはのの延長線上みたいいいなもので行われているライブというとうころですよねでここの音質と比べると比べ物にならないぐらいいい音質だったというのがまず一つですねで これヘッドホンと僕、イヤホンあ、iPhone のイヤホンとソニーの割とちゃんとしたヘッドホンとそれとエアという形でスピーカーで聴いてみたんですねで。どれも素晴らしかったのは、えー、バックの音とボーカルというところがもうライブ録音をされるライブ版というのが昔あったんですけど、まあ、ライブ DVD とかライブブルーレイでいいかもしれないですね。そそこの音質と比べてそんなに…あの ライブ dvd のしっかりミックスし直されたものと比べたらもしかしたらライブブルーレイとはですかと比べたら多分そこまでではないのかもしれないですけどとはいえあれライブでやっている音にしては今まで聞いた中では抜群じゃないですかね理由は今言ったところですバックの演奏とボーカルの音がこんなに均一感取れていて一発で取れるっていうのはもちろん桑田圭介さんサザンオールスターズの腕というのは当然必要ではありますけど 音響ススタッフ並びにこれをデモンントレーションどれぐらい試されたのか分からないですけどもかなりもう9割8分9分ぐらいまで仕上がっていてあと本番誰かがもうミスらなければノーミスであれば全部いけるよねっていうところまで突き詰められたんじゃないかなって思うそれぐらいバランスが素晴らしかったです。ままずここつつつですですすももううう言っておきましょうもう1つでお話をすると 音楽っていうのを歌で歌詞で聴くっていうタイプの方とサウンド全体で聴くって方いらっしゃると思うんですけど桑田圭介さんの歌詞で聞くっていう人も僕少なからずいると思うんですよね少し前だったら「桑田さんの声は歌詞が何言ってるんだかわからないあれは音楽だけで聴くものだ」なんて言ってる方々僕古い音楽ファンの仲間の連中では何人かいらっしゃってるんですよ。 ですけれども今回のこの音響だけで、まあ、字幕のテロップが出ているというところの演出も素晴らしかったんですけども桑田さんの歌詞というのがしっかり MC も含めてですけどしっかり届くような演出と音量徹底されてらっしゃったなというふうに思います。音量音量質というところは先ほどの1個目とつながると思うんですけどなので選曲されているセットリスト物語のようにそしていくつかの歌詞というのは。 うん、このの2020年のコロナ禍仕様と申し上げますかみんなに勇気を与えるというような意味で、えー、歌詞の世界観曲の世界観は変わらないまでもここだったら差し替えていけるよねっていうところは遠慮なく大胆に差し替えていてなんか距離をとにかく感じないそういうような気持ちにさせてくれるライブだったと思いますね。でここまでリリモーートに徹したアリーダクラスと ライブとといいうのははせ僕は体感したことがないですから日本でもこれ初めてななんじゃないですかねそういった意味では言葉に重きを置いてそして音というところにバックの演奏はもちろんしっかりしてるんですけど桑田さんの声と言葉の意味というのがちゃんと届くような演出というのに徹底していらっしゃったということうこれが僕に届くものでは賞品として <laughs> めちゃくちゃな言い方ですけど、えー、と皆さんがあの作られた皆さんがウィンということです。 俺はやられたなとということですなので勝因としてあったんじゃないかなというそんな表現をしてみました。ね、で今までじゃあお届けしてきました、えっと、大きく言ったところでの音の部分2つで最後にこの動画の最後にお届けしたいのは今後こういったライブリモートも含めてなんですけどどういうふうな形で行われるのかまた ライブの現場が戻った時にこれ使えるものがたくさんあったんでその辺ってどういうところに残していけるかその辺の未来への言及というところをお話ししてこの動画を最後にしたいと思っております。えー、と僕はここのつつ大きく気になるところがありまましたでまず1つ目 ライブがもしこれが観客を入れたものを配信するっていう場合先ほど最初の方にお話ししました自分がお客さんだった場合の角度の360度ですよねでプラスアルファダックアウト側みたいな映像っていうのを入れてらしたんですけどあそこまでで押し込む余裕とといううのはなくなくると思うんですよなのでアリーナスタジアムクラスの無観客だからこそやれることというのはここ一つだけあったと思うんですよね。 あとはカメラに対してドローンであったり、えー、とそこの引きであったりというところが桑田さんの目線桑田さんを見たい人の目線とサザンのメンバーを見たい人の目線とというところのいくつかの切り替えを、まあ、どういうふうに例えばお客さんを入れたライブでそのまま同じものをリモート形式で今回のチケットを売ってライブを売った場合目線の選択肢がどれぐらいあるかということですねここはものすごく気になっております。 でぜひ選択肢の多い目線のものがあるとリモートの方も購入してで何日か後でも見れるみたいな今回のような感じですよねシステムであったら実際に会場でライブを見てそのあとリモートで楽しむということしかも選択肢がいくつかあるこうするとものすごく楽しいものになるんじゃないのかななんていうことを思いました、えー、特に顕著な部分というのはちょっと付け加えなんですけども、えー、前回のライブツアーの時とほとんど同じようなメンバースタッフで、えー、構成されてたと思うんですよねアレンジも ほとんどミス・ブランニューデーとか含めて前回のセットリストに入っていた曲は歌詞の一部の変えていたものを除けばそれほど大きな変化のない形だったと思います、まあ、原曲に忠実といえば原曲に忠実という言い方で合っていると思いますでその中でですと このプレーのこういうところをもうちょっと例えばギター自分が弾いていたとしたりピアノ弾いてるとしたらもうちょっと見てみたいんだよねどういうふうにやってるか手元知りたいんだよねって例えば楽器をやってるミュージシャンをやっていた方って少ななからず気になると思うんですよねでそういったところがチョイスできたりするともうサザンオールスターズクラスのバンドだったらそれ見られて嫌だってところほとんどないはずなんで。 新たな楽しみが広がるんじゃないかなってことを考えましたで、これが1つ目ですねで、2つ目の大きなところこれも大きなクフになるんですけどももしなんですけど観客席で、えー、あまり見づらいところの席ってありますよね遠いところとか でそういうところだと同時にスマホとかでリモートで見れるものがあって簡単なスタンドみたいなものっていうんですか <laughs> 設置ナチュラルにしておくじゃないんですけどそんなことができたりもう持っていっていいんだったら持っていきますけどするとライブを見ながらこれが 5G とかで本当に時差がなくなった場合ですよねライブを見ながら自分でチョイスしたここはちょっと手元が見たいよっていうところをスマホとかをスタンドにかざすだけで。 ピックアップあの、ズームアップできるというんですか、そういうようなことができるライブの演出、観客席の設置,設置、設置、設営ですよね。これができたらいいんじゃないのかななんてことを思い、意外とここら辺と他の部分も、最後は夢が広がると申しますか、発想が広がるような部分でございました。まあ、この辺の部分は、リモートライブがもし、他のミュージシャンであったり、何かサザンオールスターズも含めて、新しいもの、次のものが出たときにもう少し深掘りでお話していきたいと思っております。では、3つ目です。ここはもう 音楽ファンっていうのもあるんですけどエンターテインメントのファンというところ全員というのに該当してると思うんですけども体感型のの価値ととといいううが最後どここ残るかということですね。リモートでここまで素晴らしいものができてしまうとまあ見えるならリモートでいいだろうテレビでいいだろうテレビより先のものということになるんですけどちょっと昔はテレビでいいだろうという話の人だと思うんですけどただライブの体感というのは僕はどんな時代でも変わらないと思うんです。 例えばスポーツ観戦野球でもサッカーでも解説が入っているというところで全然あのテレビでいいよっていう人気持ちはわかるんです。ですけれども時差ですよねその時差さえ全くなくなっていればテレビで見ているものをこの手元に置いておくかざしておくそれがスタンダードになる座席の作り方ということなんですけどそうなってしまえばエンターテインメントを体感する共感共有の方がとても重要になってくるんですよ。 こここが問題なんです。この共感共有というところが今の何ですかね飛沫対策というところですかこの間、えー、と私はあの舞台を見に行って映画館と同じような形のリモートリモート一席ずつ一席ずつ開けていくようなところを見ましたもちろんそれはそこの試みも感動しましたしシステム上今やれる最大だと思うんですけども多分人間って最後 まあ、ソーシャルディスタンスは少々欲しいんですけど割とその密までいかなくてもいいんですけど隣の人たちの息吹が感じるところで感動を共有したいよねっていうところは残ると思うんですね。少なくとともも僕はそこがとても重要で、えー、楽しみの一つではありますですのでここに向けていく上で何かしらバイパスだと信じてますが2020年2021年型の今のリモートの一つの形というのがどういうふうに アミューズという大きいところがやってくれた一例なので注目していますから、えー、とサザンオールスターズ含めさまざまな大きいアーティスト連中がどういった写真を我々に見せてくれるのかというところこれが大変気になりました僕としては新たな距離を構築しつつもいずれはもう直近ですよね半年ぐらい前ですよねに叶えられていたような興奮共有型ただし この2020年の前半があったからもっと僕らが見たいところミュージシャンであったりエンターテインメントの見たい細部のところっていうのにアプローチすることができるようになったよねというそういうテクノロジーの使い方を模索し実現してくれたら嬉しいななんていうふうに考えてサザンオールスターズのライブを見ておりました今日はそんな感じですサザンの歴史とかいろんな曲のお話もしたかったんですけどもまあ6月25日26日というところでございますから今日はデビュー42周年そしてそのライブというのをスポット当てていくというお話に 特化してみましまたではまた国尾チャンネルで音楽の話さまざま深掘りしていきたいと思いますのでお付き合いいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。